何気に雨、すごいですね。東京も言っても結構降ってますが、とりあえずは会場向かいますか。とりあえず車で移動できるんで、荷物は全部持っていくことにしました。もう全部とりあえずぶち込んだ。コモドも2台入っております。とりあえずはこれに全部入れてしまおうと思います。重い。よいしょ。よいしょ。ギリなんですよね。よいしょ。いった。オッケー。さらに、これもあります。じゃあちょっと、駐車券出して。よし。じゃあちょっといざ会場を向かいますか。とりあえず雨は降ってますが、そこまで大渋滞とかにはなってないですね。お、新宿まで来たんですけど、なんかだいぶ雨止んでますか？たまたまですか？着いた。着きました。ちょっと雨やみ気味、小雨にはなっています。小雨気味ではありますが、降ってるっちゃ降ってる。このくらいならなんとかいけそう。ホテル出た時の方が激しかったっすね。傘どうしようかな。傘置いてこうかな。置いてけるレベル。置いてけるレベルです。よいしょ。これで。よし。いけそうです。3番、12時間ごとに3600円だからギリ大丈夫だよね。駐車料金が怪しいです。駐車料金怖い問題で、今ちょっとここめっちゃいい場所でした。もう目的地目の前、ベスト中のベスト。ただここは一歩ずれた、ここはさっき今のとこめっちゃ入れにくかったですけど、ここだと一気に2400円って書いてるけど、これ実は3時間で2400円なんで結構あるね。さっきは12時間3600円だけど、これ3時間で2400円。最近この都内のパーキングの書き方が分かってきました。危ない。騙されません。ほぼほぼ雨に濡れず、わ、これ超ラッキー。ほぼほぼ雨に濡れずやってくることができました。32回桜インターネットさん2回目なんで、ちょっと様子は分かってるんですけど、ちょっとここで一旦上に行けるか聞いてみます。あ、そうだ。はい。で、なんか、あ、奥ですね。はい。日本。いや、もうなんか、ここじゃないかな。ここじゃないかと思うんですけど。ここに入り口でじゃあ、桜インターネット。でも話もするね。32。はい。まあ、やっと気づいてもらえた。全然誰も気づいてくれない。ああ、すいません。はい、入れました。疲れ様、お疲れ様。すいません、いろいろご迷惑をおかけしてますが、本日もよろしくお願いよろしくおま願いす。します。ええ。もうフィッティングはいい感じになってきたあ、の素晴で。らしい。よし。
あ、それめっちゃいいじゃないですか。はい、今日はこれで撮ります。いや、素晴らしいですね。いつもお世話になっております、桜インターネット中亀さんです。ほら見てください、これ。あ、素晴らしい。で、それ自撮りができる。外れるんでしょ。外れても撮れるっていうね。あ、それめっちゃいいですよね。この機材がどういう状況ですか。これ素晴らしいです。シンプルですよ。マイクの音をここで処理して、はい、で、あそこにカメラがあるので、はい、カメラの映像をここに入力して、あと音とミックスして、はい、でここにライブシールっていう配信用のエンコーダーがあって、ここそれはセレボの、あ、そうです、セレボのライブシール X ってやつです、ね、はいはい、結構前のやつ、配信用の。素晴らしい。じゃあちょっと本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして松尾さん発見。あ、散財ボーイが。あ、すごい。あ、副菜屋だ。欲しい。ん、どうしたんですか。いや、あの、うち余ってたんで。欲しいと言われれば欲しいけど、うん、ちょっと持って帰れないからな。あの、じゃあみんなで食べましょう。プレゼントです。みんなで食べましょう。天智さん、早い。お疲れ様です。あ、もう治ったんですか。うん、あ、すごい。グッジョーブ、ありがとうございます。素晴らしい、うん、そのレンズ部分は全公開、あ、そうなんです。なんと僕今すごい間抜けなことした。これで撮ってるつもりか、ここにカメラあって、なんで手が映り込んでんだ。すっごいし、こっからコントロールできるのすごいですね。ちゃんとほらリモートビューは常にリワイレスなんで、今めっちゃ不思議な気分だった。なんで手が映り込むんだろうと思って。前作ね、これ最高。何を撮ってるか分かんないのが一番。そうそう、バッテリー入ってるんだもん、ね、バッテリーこれだけでなんか1時間ぐらい40分なんか充電はできないよね。いや、これにつけてる間に充電してくれるみたいです。あ、でもこっちに、あ、そうだから、そうそう、前さんの使い方はベスト、ね、給電できればベストなんだけど。あ、ただこれね、インターバル撮影ができるんですよ。まあでも前さんずっと撮ってたやつ、ね、うん、いや、買いまして9000円でお二人のこのでも360あっさり直ってよかった。え、結局タダで直してくれたんですか。ただ1回だけ、保証ない、多分1回で、1回だけで。まあでも、じゃあ陸戦型ガンダムみたいな。ちょっと14日お楽しみ。14日に14日しましょう。14日の14日のこれも飲みますからね。これもいいんですよ。これ意味ないんで持ってて。それも戦えるじゃん。そうそうそう、これすごいよくできてる、よかった。まさかの今すごい間抜けだった。はい、テストです、テスト、今マイクチェック中です。どうしよう、もう YouTube ライブ始めちゃってますが、これね、ちゃんと耳で聞こえるのがいいです。こうメガネから YouTube ライブが、これなんかライブ配信の時とかめっちゃ便利なんです。あ、僕も今日はあれのジーンズだよ。これでしょ。あれ、あ、ジーンズじゃなくて、はいはい、アイウェアね、はい、これいいんですよ。聞こえてんのかな。ちょっとですね、あ、それぞれのエコー直りました。音が良い。でもちょっとちっちゃいかな。じゃあ1番ドリキンから。じゃあ、はい、ちょっと、ドリキン座っていただいて、ちょっと座ってると実は、ね、音が違うんで。ちゃんとね、一応来たけどクリーニングしといたんですよ。そうなんだ、うんうん、でもこのここから襟できたから。確かに。じゃあ本当にいいの。じゃあ来たいいですよ、いいですよ。あれ、ゼンさんコーヒーじゃあもらっていいですか。僕はでも飲んじゃって少し。あ、いいっすよ、いいっすよ、いただきます、はい、サイドも。あ、そうか、したらあの若林さんの作ったあの、そうそう、あのビジョンプロもどきインターフェース。あ、そのヘッドも気になるな。っていうか、なんで2台あるんですか。バルさんのですね。あ、バルさん持ってきてくれてる。なんか、どうしたら初めての VR 椅子に座って、はい、手がある。なんだこれ。これ手で親指と人差し指して、はい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 、はい、ちょっと今日はここでいろいろみんなが VR 体験できるブースも用意しております。やっぱ実体験できるかできないか全然違うんで、みんながどのくらいハマってくれるか楽しみです。さあ、いよいよ会場が始まりまして、ちょっとずつ皆さんが集まりつつあります。あ、店長も来た。疲れ様です。あれ、今日はあれ、 FP はどうなったんですか。置きに行きましたね。
ていうか H2S があるのにいつも FPL で動画撮ってるっていう、それやばいっすね。コンパクトさとうるさいっす。なるほどね。ちょっとこれどうやっていいですか、こうみんなにどうやってるんですけど、このインスタ36053、うん、こうでしょ、自撮りできてるでしょ。ででん、これすごくないですか。これすごくないですか。電子やってんで、なんかやってないんですよ、やってないんですよ。これめっちゃ良くないですか。多少なるほど、ディレイはあるけど、その代わりほら、うーん、あ、どういうアングルでもこれはすごいですね。ね、無線でやってるとは思わなくて。そうそうそう、この辺の接点なのかなって。つなげても無線でやってるっていう、その発想がすごいですね。そうですね、それすごいですよね。だディレイを許容してでも、だ充電端子的なやつだけなんですよね。そうそうそう、そうなんです。これ賢いな、めっちゃ作り込まれてる。今日このドヤ何回するんだっていうぐらい、多分僕はドヤを無線は全然わかんないですよね、うん、あのこれはちょっとあの VR チャット上のドリキンですよね。はい、あの10万人記念の時にじっと見ながら書いてます、はい、おー、ありがとうございます。じゃあちょっといただきます。ありがとうございます。すごい、めっちゃ似てるけど、これ僕に似てるわけじゃないんですよね。ドリキンさんに似てる。僕の使ってるアバターに似ているっていう。ありがとうございます。突然宣伝タイム。今回なんかじゃんけん大会があるというお話を聞いたので、はい、プレゼントです。これはさくら関係ない、私が個人的に持ってきたもので、見てください、ちゃんと私の名前が書いてある。はいはい、あ、で私が書いた個人単調です。お、すごい、すごい、2年半ぐらいかけて死の思いをしながら書いたんで今回はあの今日東京に来てくれた人向けに、じゃんけん大会ですかね、おでお渡しするということで。そもそもこれ何本ですか。その、プロメテウスっていう。プロメテウスって僕使ったことないです。あのオープンソースのシステム監視、まあ、ザビックスとかと若干系列は違いますけど、似たような形のシステム監視用 のものになってて、めっちゃ書き込んでます、ね、ちゃんとした技術です。あの素晴らしい。結構ね、今の、まあ、標準っていうか人気な感じなんですか、オープンソースで。結構これ使うところ増えてきて、もともとプロメテウスに関する本は、うん、オライリーが出した本が一冊あるんですけど、それ以外に実はないので、だから実はこれ国内で書き下ろししたの初めての本なんです。お、じゃあ今日は2冊プレゼントで、あの欲しい方はAmazon で、はい、あのググれば出てくるんで、プロメテウス実践ガイドで、はいはい、じゃあぜひ会場の方に買ってください。どっち、あ、こっちね、こっちがフロー、はいはいはい、フロー対36053、はい、これなかなかどう、でもそんなカニバってないです。カニバってないです。でもこれ見てください、うん、自撮りができて、ね、かつみんなに見せてるんですけど、外しても確かに取れるっていう。確かに。これはやばくないですか。やばいですね。これ何度今日デモしてる。でもフローいいですよね。フローはいいですよ。うん。うん、このスマホジンバルの中ではもうダントツ素晴らしい。すごい。ちょっとインスタ360の勢いがすごいですね。じゃあ今日よろしくお願いします。そしてこう VR 部が集まっております。完全に VR 部活部になって部として成立しておりますが、さあ今日何人引き込みますか。今日はあれでしょ、ここのブースの裏目標は何人 VR の沼に引き込むかっていう。100人、参加者全員 VR 部に巻き込むぐらいの勢いで今日はよろしくお願いします。ででーん、 Q2、 え、もうすごい。しかもあの何語ですか。素晴らしい、この組み合わせ完璧ですね。これ何語版ですか。ドイツ語で。あ、ドイツ語ですか。さすがに友達。散財は友達みたいな、なんかボールは友達みたいな感じなんで。え、これライカ Q2 何日目ですか。なんちゃえ、いつ会いましたっけ。先週の木曜日とか。じゃあ1週間ちょっとですね、経ちました。どうですか、Q2 1週間。最高です、ね。いやだって半年経った僕も未だに最高だと思ってますから、ね。笑顔が止まんないですよ。ああ、わかりますわかります。いや、いいですよ。ちょっと今日の写真楽しみにしてます。バックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。ということで、
ハロー東京、イエーイ。はい、今日はですね、さくらインターネットさんの東京支社に、会長をお借りしまして、お届けしたいと思います。で今回ですね、本来は福岡と、東京を結んでということの予定だったんですけれども、まあ、福岡九州地方が、大雨ということで、まあ、急遽変更しまして、とりあえず東京会場だけで実施させていただくことになりました。ということで、福岡会場にお集まりいただく予定だった皆さんも、ぜひここに参加して、コメントなどで、ね、参加していただければと思います。そうです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ今撮影中なんですよ。で自撮りして撮ってて、バグネット結構強いんだけど、このなんか分かります？モニターとカメラ常に撮りながら撮影中切れずに外しても、だからこれで点釣りしながら自分でその様子をこうやってモニターするとか、なんかもう自由自在で、これマグネットにつけられるんで、なんかいろんなとこつけたらマウンターもいっぱいついてるんで。これすごいなと思って。そこ磁石だから、鉄だから作る。あ、崩れた。こういう感じ。あ、素晴らしい。で、これこう自撮りしながら、こうやって見るとか。なんか最初見たときに、ちょっと遅延がしてたんですよ。この、くっつけてんのに、なんかこう手とか振ると遅延してるから、0.5 秒、1秒いかないくらい遅延してるんで、なんかいけてないなとか思ったら、びっくりです。常にこう無線で繋ぐことによって、こういう今までできなかったようなでこう繋いだらこのままそのまま使えるっていう。で今僕さらにさっき気づいたんですけど、ここで電源切るとちゃんとこっちの本体だけ切りますか、それとも全部切りますかとかメニュー出てきて、めちゃくちゃ作り込まれてるなと思って。でタッチパネルの反応とかもめちゃくちゃいいんで、後でこの終わったら自由に使えますので、もしハンズオンしたい方いたらぜひ、っていうドヤ。でも高いでしょ。結構ね、7万円ぐらいなんで実はお高い。でも今日会場だとそんななんか僕別にこれの中の人じゃないんで違いますけど、ね、もう一台、はい、インスタの確かに、確かにね、来てもらえばよかったですね。じゃあちょっと出しちゃいますか、モニターとコモド X、 これをちょっとみんなにどうやっていきます。画角広いですね。画角広いですね。でもそれでもリニア、ああどうだろう、なんか三角ぐらいにましたけど、一番ワイドになってるかもしれない。ちょっとリニア広いですね。どんぐらいバッテリー持つんですか？なんか本体つけてれば1時間、2時間ぐらいで書いてた気がする。外してると40分ぐらいなんですけど、でもつけてると充電されるんで、これも楽です、めっちゃ気になる。モニターが綺麗、ね、おしゃれ。数学ピンとかかりますか？この緑になってた。早い。たまにずれるんだけど、このレンズちょっとブリージングしちゃうんで、しないレンズだと思ってるんですよ。でも意外と OK。360マルチ。どうですか ？DJI か。でも DJI の方が画質はいいんじゃないですか？そうです。今4K行けましたっけ ？4K 行けます。じゃあそれ 2.7K までです。ああそうなんです。今でも 2.4 で撮ってます。なるほど、これいいっすね。ボディーマークでもこっちの方が実はなんかさりげなくはないかな目立ちますよね。どうでしょう、でもなんか色は白くないから。あー確かに、黒い色は確かに馴染んでます。これ結構ガチガチ目立ちますから、いやこれ持ってる人が言うことじゃないですじゃじゃーん、また戻しました。どうしたんですか？このお酒の持ち主がわからないんで、
誰かわ分からない、それは欲しかったのでありがとう、差し入れありがとうって俺も言いたいんだけど、声大きく、声大きく、誰かわからない、分かんないな。あ、それは僕、戸橋さん。戸橋さん、ここにいる。戸橋さんという人です。すみません、もう一個に違う。日本酒の人です。同じ緑色ペンで貸してもらったことない。間違いない。ああ、そうそう、僕もそこまでまだ見てないんですけど。すごい広角。そうです。ちょうどいい具合。気になるやつ、これ気になりますよね。あ、すごい顔認識してる。そう、これが一番リニアですけど、十分広角。ちょっと欲しい、7万か。これいいっすよね。でも機能性考えたらめっちゃいい。そうですよね。7万あったら、なんかあのメガネ買えるでしょ。あのメガネ大丈夫。ダメ？いらない？あのメガネ。でもちょっとたどまって、一応ニコ玉に体験しに行こうと思ってるんですよ。XDR のことでしょ？そうそう。違う、XDR は持ってるね。どっち？あれ、ピコ4？ 焦点が変わる、あのメガネ。どれ？あー、なんか老眼使えるよみたいなやつ、はい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 、めちゃめちゃガジェット効果です、言いますよね。ですよね、ですよね。結構これでもいいな、いや分回してますけど、安定してそう、安定して、これ一番弱い手ブレ補正でこれです。そうなんですね。一番強いやつはその360度回してもいいっていう、なんかこれ軽くてもこんな感じなんですね。感覚ならめっちゃいい。あ、そうですね。そうですか。自分で壊した時に、あ、こんぐらい取れるの、そうそう、むしろでかすぎるくらい。いやいや、ディスクもっと持ってますね。持った方が絶対実感出る。そうです。ビヨーン。あ、しかも伸びるんだ。あ、いい、いい、いや、いい。上からちょっと、もう上から。あ、いいですね。いい、やばい、やばい。あ、これはいいですね。ネットショッピングの人。物欲を上げる。言ってんじゃないですか。これはすごいな。あ、すごい。これめっちゃいいです。完璧ですよ。7万か。このおもちゃ感もまたいいですね。7万とか。完璧です。確かに25万のスマホ買っといてなんだけど、7万か。ちょっとインスタ360さんに本当スポンサーに、いや、バックスペーススポンサーになってほしいです。ね、はい、バックスペーススポンサー、今日買う人だってもう何台、今日で5台は売れてる気がする。いや、これは確かに。もうちょっと飲ませるよ、買ってみるか。じゃあ、カイさん、この、これ持ってて。いや、いいのよ、絶対物はいいのは知ってんのよ。ほら。ほら、こんなことできました、今まで。今までこんなことできました？優待に出すから。ほら、ほら、常に無線で繋がってるんですよ。BT じゃないの、さすがに。BT じゃないかな、早いから、速さを見ると。早いよね。ちょっと遅延してるじゃないですか。あんまりない。でも、言うことは。でも、切れほど気にならない。すげえな、これ。でしょ？ほら。いや、ちょっとやばい、やばい。やばい、やばい。いや、これは本当すごいっすよ。これは確かにです。これは本当すごい。今のね、もうなんか3万、4万ぐらいで考えた。でしょ？でしょ？だって今まで一度もこれできてない。カメラに3万、で、これできるんだもん。確かに。これ、じっくり見てみないと良さ分かんないっすね。見てみて分かりますよ、この良さ。やばいな、これ。うん、これはやばいです。来た。うそくやばいな。来た。これはやばいっすよ。はい。お買い上げありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube のチャンネルで臨行すればどうぞ。いやー。ママと買ったらさ、これママと3000円乗るわけでしょ。これ悔しいな。ちゃんとここに、後日、カイさんは買いましたって。字幕が入ります。確認した上で買います。ちょっと欲しいな。いや、これは欲しくなる。いやー、ちょっと欲しいな。だってこれつけて、こうですね。ライフスライスだ。はい。やばい、これはすごい。ライフスライス。ライフスライスでしょ、これ。ほら。やばいね、これ。あ、やばい、ちょっとやばい。いや、触るとやばいから。今このまま消しないから。いや、あ、俺は何やってる。いや、でも僕さ今日朝一で一番間抜けなのは、これ撮っててなんか自分の手が映り込んでるんですよ。おかしいなと思ったら、ここについてて気づかずにあれと思って、デザインだけでこう一回シャッター下ろしたいですね。あ、そうそう。でもすごくないですか、ここつけててここ電源入れて普通に使えちゃうっていう。だけどなんか見た目的にこうもうシャッター下ろしたいです。あ、外してる時ね。外してる。頑張ってこう落ち着かせてるの自分。
危ない。あ、それは確かにすごいですよ。これが Vlog カムとして究極な気がします。確かに確かに。これ何分撮れるんですか？結構撮れるんですよ、ね。結構撮れますね。確かに。外して40分で、つけててチャージされるから、それでなんか1時間90分とかする。な、そう、内蔵メモリーなんですよ。それもいい。SD いらないんですよ。そう、SD なしでいけます。どうかな？さて、3時間ぐらい撮れますよ。2時間。つい前の動画が入ったりするじゃないですか。ああ、それはもう吸い取るしかないです。ちょっと目覚めた。ちょっと目覚めた。自分に言い聞かせるから。いや、そんな。前回の動画あるもん。だってそんな、あれこれ取り込んだっけ消したっけみたいなことがあるんだね。もうちょっと、ちょっと危ない。いや、そんないと思うよ。そんな1回で2時間も取り切らないでしょ。1時間ぐらい、まあまあ取っちゃう。で、2、3回やった時に、取れないのが一番怖いですよ。PC、あ、モバ、スマホでどんどん吸い取って。これで、ライブストレージがあったら、もう買ってたね。マイクロ SD あったら買いましたよ。買ってた。確かに、でもないですね。いるのかな。僕あんまりその必要性を理解してないです。意外といけるな。128GB いけるな。2.7K ですもんね。何キロ？3脚も付いてる。キットですね。これキットです。できないから。キットなければ確か5万6000円ぐらいじゃないですか。おい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 。あとキャップ。キャップマウントとかもあります。あとこのペンダントマウントとか。三脚付いて7万か。事情が変わった。もういいから買え。いいから買え。ちょっといいな。買いなさいよ。じゃあもう後で買ったかどうかご日本とレポートしますので。おーすごい。すごい。もうこれで録音始まったんですね。買ったワンタッチで。このワンタッチで5分で切れるとかの設定が欲しいですよね。今はなんか止めないといけないんですけど、なんかこっから5分とかずっと止めとってたら結構楽しそうじゃないですか。そこまでなんか長々と撮るんで。今実際これで撮ると横になるんですか？ちゃんと横になるんですよ。そうなんですよ。なんか360度カメラ等の半分のだ、これって多分広角にしてるけど本当に全部撮ってて、かなりそこクロップしてるんですよ。なんかやり放題。すごいな。これは確かにすごいわ。撮れない画角は撮れます、ね。あ、おめでとうございます。ただじゃあおめでとうございます。これがセカンドロットですね。ただ今前さんから新たな提案がありまして、負けた富樫さんにはあの半分バッグ、ゼンさんの、はい、ありがとうございます。ちなみにこれが一番最初に作ったやつですね。そう、これがファーストロット、セカンドロットです。ドリキンさんも来てんだよね。僕も来てます。まあそれは全部来てます。はい、全部来てます。はい、今一瞬匂い嗅いだよ。感じで。そこまで多分大丈夫です。じゃあこれ単体でじゃんけんしてさ、誰も手あげなかったら傷つく。今前さんが後ろで負けた人にあげて、誰も欲しいって言わなかったら大丈夫ですよ。とりあえず一旦一時会終了ということで、ちょっと荷物が駐車場が移動しないといけないんで、二次会に向けて移動しないといけないので、ちょっと今一人抜けて、てか駐車料金大丈夫かなっていう、クレジットカード使えるのか心配がありますが、一旦車移動のため先に一人で抜けてきました。大丈夫かな、ちょっと心配。よいしょ。確認 OK。3600円、素晴らしい。頼む、行ってくれ。行けそうだ。来た、ジャンボ。素晴らしい、やった。
行けました。ちょっと駐車場室内のいいところ見つけられたんですけど、結構場所がきついけど、なんとか止められたんで、ちょっとレンズとあれか、コモドを、後半コモド用にコモドのこのだけあればいいはず。これだけあればいいはず。ちょっとすごいところに、よいしょ、すごい駐車場、よいしょ、完全に帰り分かんなくなりそうで怖いんですけど、ここにこれとこれ入れてよし、これで大丈夫なはずです。本当にここに止めたかった駐車場じゃない気がしますが、まあいいか。夜の11時半までさすがに大丈夫だよね。さすがに大丈夫ですよ。11時半、どうやってこれ上に上がるんだろう。これか。怖いな。本当にこれで正しい駐車場なんでしょうか。もうなんかいい感じのところに出たけど、なんか怖いですけど、誰もやってない。ここのお店やってる、ここじゃないんですよね。結構いいところに止めたと思うんですよね、ほとんど。つらい、運動不足。とりあえず移動します。線路、向こう側にパーキングあった。あっちに止めればよかったね。あっちが止める方だった。ビーチだから近い。近いです。よし。バッチリ。ふぅ。あ、中まで。はい。いいですか？はい、大丈夫です。これ、たー。疲れて。めっちゃ疲れた。お疲れ様です。お邪魔です。アルコールで？そう、なんかノンアルで。お待たせしました。じゃあお願いします。ね、あのバックスペースの人間じゃないんですけれども。でも短い感じですか。短い感じということで、今日皆さん。お疲れ様です。お疲れ様です。10万人おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごっちゃんでありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい。はい、お疲れ様です。あ、アクション対決。だいぶ対決ですね。うまい。本当だ。ちょっとアクションカメラ対決がすごいです。落ち着いた。今もうレッドコモドをしまって絶賛会計中です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ皆さんこっち背景で。スタイがちょっと初心者なんですけど、ここハーモン押しするとピントが合うんでグッと押すだけです。長押ししてから押せば。はいはい、わかりました。はい、しますね、ありがとうございます。はい、なんすか。お店背景にして。はい、お店背景で入りますかね。どのくらいまで入ります。結構入りそう。はい、じゃあ皆さん早く集まって。はい、ありがとうございます。反射でちょうど見えてた。はい、大丈夫だと思います。お見せいただいてもよろしいですか。あ、バッチリです。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。じゃあ3次会 VR で。
え、こっから新幹線？いやもうとか止まりますね。あ、そうなんですね。楽は。楽はに止まります。めっちゃ厳しいな。さすがにね。そうですよね。どっから来たんだろう。スチームデックが使い物なのかな。あ、そこか。また集まりましょう。ありがとうございました。VR があれば3次会来れます。取られてますよこれ。最後自爆しました。ではお疲れ様です。お疲れ様です。さあということで無事、オフ会、無事2次会まで終了してこれから戻るんですが、この完全なる暗所でどのくらい撮れてるんでしょうか。これで撮れてたら結構すごいんですけど、さすがに厳しいかな。この東京モード学園、違いましたっけ、ここが。あ、雨も気づいたら止んでてすごい良かったです。確かこっちです。ここだったっけ。こんな木は怖っ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 、めっちゃ怖いんですけど。ここだったような。あ、電気ついた。ここでしょう。どっちだっけ。あ、え、練馬。このレクサスじゃないな。なんか怖いな。こっちだった気がします。005005ですよね。どこだっけ。あった、よかった、ありました。イエイイエイイエイ。ふう、荒らされてなさそう。荒らされてなさそうです。しゅ、怖いにゃ。ここ怖すぎます。では帰ります。お、怖え怖え、めっちゃガタ。無理やり感がすごい、この駐車場。よし、あとはお金が払えるかどうか、最後の関門。ご利用ありがとうございました。バッチリです。い、では無事帰れそうです。ということで本日一日お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。そして、ちょっと福岡の皆さん残念でしたが、ぜひまたやりましょう。どっち出口？こっちかな？こっちですね。ではでは。Yeah, it's such a clap. And it's such a clap.